まあ、あなたがコーラのボトルにメンツを注いだ罪で指名手配されているこのマネキンね。マネマネキンキーン。そんなに怒らないでよ。コーラもメンツも色は大体同じじゃん。メンツの方が薄くない？味は全然違うよね。これは野放しにできない。くだらないとは思ってないのね、ふみちゃん。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで今回はこの妖魔界でのクエスト、追跡指名手配妖怪、妖魔界に困っている妖怪がいるようだ、もののけストーリートに行ってみよう。じゃあこれをやっていこうかなと。頼み事がある方は一体どこかしら。あ、あれか。あ、冬にゃん？なんか周りにもいっぱいおるけど。お前たちか。よく来てくれたな。冬にゃん、妖怪を集めてるみたいだけど何か始まるの？これからバスターズの集会を始めるんだ。今日の活動をみんなに発表するためにな。バスターズの活動って一体どんなことをするの？そうか。お前たちも気になるわけだな。よかったら見ていくか？見てく見てく。妖魔界の平和を守るため、正義の心に燃える妖怪たちの集まり。それがフューニャン率いるバスターズだ。バスターズがどのような活動をしているか、フューニャンたちの集会に参加してみよう。引き受けます。ああ。そうと決まれば、早速始めよう。くっついていけばいいだけか。追跡、指名手配妖怪発生。クエストを進めてみよう。一緒に仕事していく感じ？ああ。お前たち、よく集まってくれた。早速だが、バスターズの活動を発表する。三人で活動しよう。今日は街でチラシ配りだ。みんなに宣伝して、バスターズの仲間を増やそう。なんだし？三日連続でそれかよ。めんどくせえし、やってらんねえし。知らない妖怪に話しかけるのは苦手です。ごめんなさい。あんまり盛り上がってないね。なるほど。やる気があるのは冬なんだけって感じだな。この二人はなぜバスターズに？やれやれ。不正一人用じゃのう。ん？その声はまさか。誰？誰？おじいちゃんの猫が出てきた。おい、お前失礼だぞ。かわいい。伝説の最強妖怪。妖怪の中の妖怪。師匠の中の師匠。マスターニアラ様に向かって、なんという口の利き方を。あ、やっぱり、なんか、ちょっと、スターウォーズっぽいなって思った。そんなに偉い妖怪だったんだ。気にしとらんよ。わしっち、見かけによらず気さくじゃから。わしっち。恐れ入ります、マスター。さて、冬にゃんよ。本題に入ろう。バスターズに人気が出ないのは、お主にリーダーとして足りないものがあるからじゃ。俺に足りないもの、一体それは何なのですか？それはズバリ、かっこよさじゃ。冬にゃんかっこいいけどね。かわいいけど。かっこよさ。リーダーの務めは妖怪たちを一つにまとめること。それには強さや優しさだけでは足りぬ。誰もが羨むかっこよさが必要なのじゃ。まあ、憧れて入るっていうのはおるやろうね。しかし、かっこよさというものは、一体どうすれば身につくのか。案ずるな。今日はそんなお主にぴったりの試練を持ってきてやったぞ。お主、指名手配妖怪のことを知っておるか？指名手配妖怪？そうじゃ。恐ろしい罪を犯し、追われる身となった悪しき妖怪たちのことじゃ。奴らは今、異界のアークを使い、この街の裏の世界に隠れているとの情報が入った。そんな恐ろしい妖怪がこの街に、一体奴らはどんな罪を犯したんです？くだらなそう。目覚まし時計を10分遅らせた罪のフーミン。エレベーターの中でおならをした罪の人面犬。コーラのボトルにめんつゆを注いだ罪のモノマヌキンじゃ。いたずらレベル。なんと恐ろしい。全部くだらないな。殺人とかじゃないもんね。奴らを全て倒して、かっこいいところを見せれば、バスターズの人気はうなぎ登り間違いなしだぞ。フューニャンよ。異界のアークで裏の世界に入り、全ての指名手配妖怪を捕まえるのだ。これを手伝いってことかな、今回。指名手配妖怪を全て探そう。頑張ろう。あれ、クイーンやん、どこ行った？なんかおらんけど、早速。とりあえず、はっ、飛び降りれんかった。なんこいつめっちゃでかいやん、やば。あれも妖怪なんやろ？びっくりする。この辺に、この辺りか。何かがあるということ。この裏とか怪しくない？え、普通に何も。ちょっと待って。これを拾いたい。はい。何？あ、あった！
それですね。はい、二つ目の扉。これは普通に入れるの？不思議な扉を見つけた。2階のアークなくても大丈夫？あ、使う。あるんやね。アークを使って扉を開けますか？はい。どれを使えばいいんですか？異界のアーク？異界のアークを使えばいいの？どれだかわからないけれど、使います。ああ。この先に指名手配妖怪が隠れているはずだ。こっから俺も同行する。慎重に進もう。さっきまではどこにいたんだ。指名手配妖怪をすべて探そう。すべて、うえー、びっくりしたー。これは指名手配妖怪じゃないよね。え、違うよね。どうなの？でも、フーミンもいいよってよね。このフーミンなの？別のフーミン。はい、バトルスタート。まず、ジャーボー。ジャーボーグレート化。そして、ダイジャヤモンフィスティバル。イエーイ。一気にやっつけれそうな感じ。はい、メラメラ、おっと？メラメライオンに入れ替えた途端に。まあ、いいことなんだけど。お、結構お金もらえる。やったね。今のが指名手配妖怪ではやっぱりないっぽいね。え？ってことは、ん？何？何かしら。何かしらやっぱり、あるってことよね。あ、この先に行けない。マジか。で、こっちも行けんやろ？あ、あれや、モノマネキン。思ったより分かりやすかった。ちゃんとマークついてた。あなたがコーラのボトルにメンチを注いだ罪で指名手配されている。モノマネキンね。マネマネキンキーン。そんなに怒らないでよ。コーラもメンチも色は大体同じじゃん。メンチの方が薄くない？味は全然違うよね。これは野放しにできない。くだらないとは思ってないのね、ふみちゃん。モノマネキンが現れた。よし、懲らしめてやろう。確かに、コーラを飲んで、コーラのつもりで飲んで、メンチやったら嫌やね。はい、清流、シャドウサイド。そして、神なるタイガー。せい。からのメラメライオンシャドウサイド、そしてメラメラシシグケン、モノマネキン相手にめちゃくちゃ全力みんな変化ヒールね。あ、メラメライオンいけるかと思ったけど、あ、もうちょっとでジャーボーの必殺技を使うところだったわ。やった！指名手配妖怪を倒した。残りは2体だね。やっぱりこの中、あのびっくりマークのところ、この一つの扉の中に、全部の指名手配妖怪がおるってこと？え、でもほら、ん？どこ行った？消えた。え？消えたよ？上？上ってことかな？おらん、あ、おった、ふうみん！あ、ってことはもう一匹が違う扉の中におるとかってことかな。びっくりマークないし。まあ。あなたが目覚まし時計を10分遅らせた罪で指名手配されているフーミンね。そうよ。街中に目覚まし時計に時間を一つ残らずずらしてやったわ。この街の妖怪全員、10分くらいにプチ遅刻をすればいいのよ。よし。なんて地味な嫌がらせを。これは放っておけない。でも全員10分遅れとんやったらさ、わからんのやない、みんな。はい、来た、ふうみん。だってそのさ、待ち合わせをした相手とかもうみんな10分遅れとるってことやろ？じゃあわからんやん。別の街から来た人とかじゃないと。いけい。ハリセンで。ハリセンでやっつけまくる、ふみちゃん。いいと思う。めちゃくちゃ力技でいいと思う。早く必殺技たまれよ。もうなんかね、寄ってたかってって感じやけど。
お、シバニャン交代、おいで。そして、あ、待って、あぶねえ、ラクネコレスだ。オッケー、気合の一発、これで、イエーイ。気合の一発でやっつけた。よきよ。お、フーミンの目薬や。やった、指名手配妖怪を倒した。残り1体だね。で、その残り1体が、ほら、サーチできん感じになっとるけん。まあ、別のところってことでしょう。扉は一体どこにありますでしょうか。あ、あったあったあった。ちょっと待って。扉、扉。はい、出ます。元の世界に戻ります。で、あとは、人面犬か。どっちの方向ですか？こっちか。人面犬何の罪やったっけ？あれもくだらんかったよね。確かくだらんかったよね。何の罪かも忘れてしまうほどの。なんかこの周辺っぽい。この周辺っぽいぞ。この辺怪しくない？あったー、目の前。はい。入ったー。不思議な扉を見つけた。はい、じゃあアークを使って扉を開きます。2階のアーク。この先に指名手配妖怪が隠れているはずだ。こっから俺も同行する。慎重に進もう。なんなん、一回一回扉で元の世界に戻った時、フィーニャンは一体どこへ行っているの。あ、ん、どの辺だ。こっちか。こっちの宮殿の中ってことか。あ、来いぞ来いぞ。さあ、どこだ、どのあたりだ。あ、こ、あ、いた、人面犬、おった。もう。あ、そっか。あなたがエレベーターの中でおならをした罪で指名手配されている人面犬ね。仕方がないでしょう。我慢できなかったんだから。大体エレベーターの中でおならしたくらいで指名手配にするなんてひどい。まあ、それはわかるよ。言われてみれば。でもみんなの迷惑になってるかもしれないよ。いやいや。そんな大げさな。あまりの臭さに一緒に乗っていた妖怪全員救急車で運ばれたくらいですよ。それは犯罪だわ。迷惑どころか大事件になってるよね。もう許さない。バトルで追い払ってやる。でもなんかイチャモン的な感じはするけど。人面犬が現れた。まあ、エレベーターの中でおならされるのはきついよ。だいぶきついよ、それは。そこは我慢しよう。あ、容器が、容器がないよ。いい感じに。いい。あ、待って、なんか。いや、メラメライオンがいてそうだな。ちょっと、小悪魔が、必殺技ゲージが溜まったっぽいけど、お、メラメライ、メラメライオン、入れ替わった途端。安っ。これで指名手配妖怪は全部かな。妖魔界に戻ろう。任務達成だ。元の世界に帰還しよう。すべての指名手配妖怪を倒すことはできた。しかし、本当にこんなことでバスターズの人気は出るんだろうか。まあ、でも指名手配犯をバシバシ捕まえるっていうのはかっこいいと思うけどね。って、もう効果出てる。早い。あの指名手配妖怪を倒すなんてお前らやるじゃねえか。感動したっす。俺たちもチームに入れてほしいっす。キャー素敵。コンタもバスターズ協会に入れて。女の子まで来た。効果てきめんじゃない。うん、これでバスターズは安心だね。何？これも全部お前たちが手伝ってくれたおかげだ。本当にありがとう。
お礼と言ってはなんだが、次は俺にお前たちの手伝いをさせてほしい。え、いいの？もちろんだ。バスターズはみんなの味方。困った時はいつでも呼んでくれ。おー、友達？やったやん。フューニャンが友達妖怪になった。フューニャンの妖怪は子を大切にしまい込んだ。やっとや。ありがとう。改めてよろしくね、フューニャン。みんな、集まってくれてありがとう。俺たちバスターズはいつでも仲間を歓迎している。今日からみんなもチームの一員だ。よし、新しい仲間も増えたことだし、早速新しい任務に取り掛かろう。ああ、まずは街でチラシ配りだ。またかっこよくない作業に戻っていく。多分すぐに辞めていくメンバーが。追跡、指名手配妖怪バッチリ解決。お、白クマレベルアップ。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。妖怪の世界って厳しいね。なんかすごいくだらん事件で指名手配までされてしまう。つら。